はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。進撃の巨人やっていきましょう。前回の続きからねやっていきたいと思います。頑張りましょう。前回はねエレンが食われたところですね。よし、やっていくぞ。あ、ミカサ操作か。またエレンに叱られてしまう。進撃モードではストーリーの途中で使用するキャラクターが変わることがあります。装備もろもろ引き継がれると。はい、衣装変えれんのかい。変えれないか。なんか装備、ちょっと待って、あれ、装備装備、装備開、待てよ、新規開発なんかある？面白いの。特にないね。よし、じゃあ改造しましょうか。はい、よし、はい、よし、これでいいんじゃないか。ミカサ操作か、いいな、かわいい、かわいいね。仕草やってみようか。いいね。よし、じゃあ早速行こう。はい、はい、大丈夫です。何やらされるんだろうね。民間人を守る。まあ、結局のところ巨人を倒せっていうことだと思うんだけど。頑張っていきましょう。いやー、もっとなんかこう自由に動き回りたいな。アンガールズ田中そっくりでしょ。クソ、なぜ俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ、避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。おお、アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。待って、お、俺どこにいる。あれ、なんかやりづれえな。班長、別の機構士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。ミカサは攻撃力、機動力ともに優れたキャラクターです。スキル連撃、はいはい、うん、カッサバイデル、もう一押し、
し、いや なんだなんかあれだな、やりづれえな。そこまでキャラクターによってね操作方法が変わるとかもないやとは思うんだけど、すげえ1400ダメージも食らったぞ。副任務を成功させることで決戦ののろしゲージが大きく、はい、うんうん、難しいな。狙う、あれは救援要請か。やばいやばい、かっさばいて、生きられるのは勝者だけ。よし成功したぞ。けど俺緑のビックリマーク完璧無視してっけど大丈夫かな。よし、この場なんとかしのいだな。ミカサアッカーマンか、あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ、壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。いや、その前にさ、こっち行こうぜ。サシャピンチじゃん。おい待て、アッカーマン。よし、私は何でもできる。助かりました。ちょっと待って、同じ班の人たちを見失ってしまいまして。違う、ガス、怪我はない。ならすぐに動く。ちょっと待ってよ、待ってくれ。ガスの、ガスじゃねえ、剣の補給をしたい。よし完璧、よし急ぎましょう。着いたよ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。
私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい、くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。ちょっと待って待って、はいはいはい、施設の耐久度がゼロになるとゲームオーバー。了解。全員で本部を目指せ。やってやる、死んでたまるか。蹴散らしてやる。よし、俺たちも続こう。待って、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。余裕ね、余裕ね。次の敵は、よし、行ってもいいんだろう。大変だな、遠いな。味方が苦戦している、行かないと。見えないよ、見えないよ。どこだどこだどこだ、終わりだ。いた、難しい。やばいやばいやばい、危ない。よし、やばいやばい、ピンチ。よし、ちょっと待って、これ大変だな、大変だな。やばい、ついていけないぞ。よし、これは大変。仲間どんどん死んでるぞ。これ難しいな。Yeah.
緊急要請任せろ。どっちかこっちか。かなりまずい状況だぞ。狙う狙う。このままじゃもう。ちょっと待って、どこよ。かっさばいてる。これ難しいぜ。蹴散らして潰す。狙う潰す。緊急要請またちょっと待って。余裕ない本当に。必ず助ける。待ってろ、すぐ行くから。手遅れに。すぐ行くから。俺たちはみんな食われちまうんだ。大変だな。あ、何そんなこと言われてもさ。危ない。もう長くは持たないぞ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。潰す。もう一押し。やべえぞ、どんどんみんな死亡してるぞ。俺今これやってることは正しいのかどうかも分かってないからな。で、近くからやっていった方がいいのかな。よし、やばい、回復薬がない。おい、刃も欠損かよ。まずい。待って。ガス補充。よし。蹴散らしてる。よし。補給物資なかった今。
どこ行けばいいんだよ。あ、出た出た出た。そんなことそんなことピンチ。おお、メタボだな。おい、大変だったぞこれ。あいつ倒せばいいんだな。要はね、気持ち悪い。巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。どいつだどいつだ。探せ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 。こっちか。いた、見つけた。細身の巨人、足が速い。うん、なるほど。戦わなければ勝てない。やったんじゃないか。本部か。もう間に合わない。邪魔しない。かっさばいて。落とした。上に上がろう。まずい、まずい、捕まった。ボス倒すぞ、ボス倒すぞ。よし、やったぞやったぞ。時間かかったぞ。難しいな。やっていくうちに訳が分かんなくなっちゃうもんな。すげえな、ミカサ。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつも見たら冷静じゃない。このままじゃいずれ。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。
いい人生だった。戦え戦え戦え。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。難しかったですな今回は。難しかった。よし今回はここで終わろうか。やめ時がわからんな。もうちょっとやりたいな。いやまあもうこっからだよね。進撃の巨人のスタートというかさ、こっからだよね。まあ原作知らない方も見てるかもしれないから、この巨人がどうのとか、まあ、そういうことは全然俺話さないけども、こっからだね。いや難しかったぞ本当に。何やっていいかが分かんないもんな。すげえ大変だった。慣れれば簡単っていうコメントがあったけど、全然慣れる気がしないもんね。よしじゃあ今回はここで終わろうかなと思います。そんじゃ終わります。バイバイ。